ファミレスで一人で飯食ってたら、女の店員に声かけられた。店員、テーブルを分けたいので移動していただいてよろしいですか。俺が座ってたのは小さめのテーブルを2つくっつけた席。テーブルを1つ分けて後から来たカップルを座らせたいらしい。いいですよ、どうぞ。つって俺は自分の荷物を持って立ち上がった。そしたら店員がテーブルの端を掴んだままムッとした顔をした。意味がわからなかったから俺は移動しやすいように通路まで出た。店員はあからさまに切れて大きい音を立ててテーブルを移動して、俺が食ってた定食のトレーをガチャッと置いて引っ込んでいった。何これ、もう一方のテーブルの端を俺に持って欲しかったの？んで店員と一緒にテーブルを持って移動させればよかったの？それとも男の俺が一人でテーブル移動させればよかったの？俺客なんだけどそこまでしなきゃなんないの？一応移動しやすいように水とおしぼりはトレーに乗せてやったし、荷物も多めだったから両手塞がってたし手伝うのは無理。そもそも一人で4人席を占領すんなってこと？案内された席なのに？あの女は何に切れてたの？別に手伝ってもよかったんだけど強制されるのはおかしいよな。まだ食ってるのに退席を促されるのもおかしな話だ。どうしても食べたいメニューがあって久しぶりにファミレス行ったのにこの仕打ち。奮発したつもりだったのにもうお小遣い小銭しかないジーザス。